おばかずしーさんです。前回の動画では一部鼻声、お見苦しくて失礼しました。そんな中でも温かく見ていただき感謝しています。さて今回はリフトアップに効果的なビューティーローラーと美容オイル紹介していきたいと思います。写真見るとわかるんですが、なかなか速攻性のあるローラーでした。使用するときは写真を撮って前と後比べてみると楽しいですよ。後半実際に使用していますので最後までお楽しみください。ローズクォーツフェイシャルローラー、動物実験行っていません。こちら天然石ローズクォーツでできたフェイシャルローラーになっています。この容器本当に可愛いですよね。もちろんレビューと写真も確認しましたが、もうパケ買いに近いです。中を開けてみるとこの天然石のローズクォーツが綺麗に入っております。しっかりかっちりと収まっていて、出すのにちょっと力が必要でした。レビューで持ち手の部分が黒くなっていたっていう方がいらしたんですが、私の場合は大丈夫でした。天然石ということもあり、色合いや模様が異なることがあるそうです。それにしてもこのデザイン本当気に入りました。しかもこの天然石のローズクォーツの色、とっても綺麗なんですよ。柔らかい優しめのピンクで、愛を育む石と呼ばれ、持ち主に優しさ思いやりを育んでくれると言われている意味がわかるような気がします。転がした感じもゴツゴツってすることがなく、滑らかに転がせるなっていう印象です。このローラーを転がすことによって肌の張りを高め、肌を引き締め、コラーゲンレベルをサポート、だ肌のトーンを整え、リンパの流れをサポートし、血の流れも良くなるそうです。なので内側から綺麗になれるみたいですね。スムーズに転がせる感じもいいですね。こちら側の小さめのローラーは目元や鼻の脇に使うようです。この部分も滑らかに転がりますね。動画後半で実際に使用してみようと思います。ユースブーストバクチオール、 USDA 認定オーガニック、グルテンフリー、ビーガン、エコサート、こちらパラベン、シリコン、鉱物、染料など一切不使用の天然美容液オイルになっています。 USDA 認定とエコサート認定両方取ってるので、安全性がとても高いなと思いました。また天然のレチノール代替品と言われているバクチオールが入っているっていうのは期待できそうですね。バクチオールは植物性レチノールって言われるほど、肌の張り、ツヤ、弾力を蘇らせてくれると言われています。レチノールは効果の高さが魅力的なんですが、その分お肌に負担をかけやすく、ビタミン A に反応することでヒリヒリしたり赤みが出てしまったり、肌荒れや皮むけが起こってしまう場合があります。それに光や熱に弱い性質のため、日中のケアには向いていません。その分こちらのバクチオールはレチノールのような速効性はありませんが、長期間使用することでレチノールと同じような効果が期待できるようになります。それにバクチオールは植物由来の天然成分で、肌への負担が少なく肌荒れが起きにくいとされています。なので今までレチノールが使用できなかったっていう敏感肌の方も安心して使用できるという点でも注目されています。垂らしてみるとベースがホホバオイルだけあって、ホホバオイルと同じような色の感じになっていますね。ホホバオイルは皮脂コントロール、栄養補給、保湿、雑菌の増殖を抑えるなど様々な効果があります。また含まれているサンフラワーオイルは皮膚を柔らかくし、キメを整え、保湿してくれる作用があります。それに打撲や皮膚の疾患にもいいと言われていますね。それにアルガンオイルをしのぐほどの美容効果が得られると言われているマルラオイルも含まれているんです。本当に贅沢なオイルですよね。広げてみますと、先ほどちょっとタラタラと垂らしすぎたせいかベタベタしております。今回はちょっと垂らしすぎたかなと思うので3滴ぐらいでいいんじゃないかなと思います。でもしばらくしてると馴染んでいますね。このバクチオール美容液は敏感肌の方や揺らぎ肌の方にもおすすめだなと思いました。香りはオイルで珍しい杏仁豆腐のような香りがしました。不思議、アーモンドの香りが強いって言われている方もいました。私の場合はこちらを夜に前回紹介したセラムと一緒に使用しています。この時期揺らぐ私の肌、結構落ち着いてきました。速効性はいいから安全に美容効果を得たいって思われている方におすすめ。
シーベリーシードオイル、USDA 認定オーガニック、パラベンフリー、ビーガン、動物実験行っていません。こちら、肌の再生、修復を促し、効果的なアンチエイジングを可能にするシーベリーシード美容オイルになっています。このオイル、今セレブたちの間で新たなブームとなっている美容オイルだそうです。箱から出してみると、ちょっとね、高級感がある感じで、容器は瓶になっています。シーバクソンオイルとも呼ぶんですが、治療グレードと書いてあったので、かなり質が良さそうです。早速出してみると、濃い鮮やかなオレンジ色のオイルになっていますね。このオレンジ色はカロテノイドが豊富な証拠で、この成分には紫外線ダメージから肌を守り、肌のダメージを回復させてくれる効果があります。他にも抗酸化成分がたっぷり含まれていて、オレンジ1個の10倍のビタミン C が含まれていると言われています。その他ビタミン E の含有率は植物界で3番目に高いと言われているほどなんです。聞いただけでも美容効果が高いなっていうのはイメージできるんじゃないでしょうか。手の甲に垂らしてみるとオレンジ色が際立っていますね。本当に綺麗。オイル自体はちょっと重めかなっていう感じです。それだけに保湿力は結構あるなって思います。やっぱりテカテカ感はありますね。でもこれもしばらくすると吸収して馴染んでくれました。先ほどのバクチョールは左手、今回のオイルは右手に塗っております。そうするとツヤ感が同じような感じになりましたね。ただ一つ、こんなに素晴らしいオイルなんですが、香りがちょっと苦手でした。自然の香りですが生臭いというか。なのでバクチオールに一滴混ぜたりして使用しています。それにカモミールなどのエッセンシャルオイルを一滴混ぜるともっといいかもしれません。アトピー肌に使用したり、逆さにも良かったっていうレビューもありました。とにかく素晴らしいオイルなので、香りをカバーしながら使っていきたいと思います。